はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネル、エブヌシのピヨタです。さあ今回もレミリアのパズルで弾幕2やっていきたいと思います。前回は、第7ステージ目をやっていきました。第7ステージ目は、3体妖精がいてね、妖精の下にブロックがあり、で初登場魔法陣が出てまいりました。魔法陣はね、別作ではかなりね物理法則を分子した超弾系の魔法陣だったんですけれども、触れたらね跳ねるというゴム製の魔法陣だったやつが、今作では、弾幕をね、触れた弾幕を吸収するという、そういう感じのまあちゃんとした魔法的な役割を持ってそうなものとなっておりました。いやー前回も結構難しかったですよ。で8ステージ目どうなるかが楽しみっちゃ楽しみですけど、怖い気持ちもあります。いきましょう。嘘だろ、2回で全て倒せ。いや、2回で全て倒せってもはや1回で全て倒せと言ってるものとほぼ一緒だからね。マジか、この穴を抜けさせろと言ってんのか。この角度じゃ当たらない。当たらないように設計されてんのか。座れる、意外と範囲広いなあれ。マジか、こうだ。ダメか。マジか、これは意外とむずいぞ。こうじゃダメだもんな、当たらないですよね。ですよね、角度的な問題でちゃんと当たらない角度計算してる。ここの間抜けはダメですよね。さすがに当たり判定という壁がありますよね。おいおいやっちゃったよ。ちょっともう一回8ステージ目行きましょうよ。ここですよ、ここ抜け道ひでえ話だ。マジかよ、正規の方法じゃないでしょ今の。完全に今バウンドを2回ほど入れて、あの妖精狙ってくださいって流れだったじゃん。嘘だろいやー、やらかした感がすごいな。いやー、でもまあクリアできちゃいましたねマジか。まあ今後こういう裏ルート的なサムシングがありそうですね。はい、じゃあね、今回はここまでといたしましょう。いつも通りね、こちらのゲームの、こちらのゲームの Google Play のリンクと、12000ソフトさん、まあ、制作者さんの Google Play のリンク、そして前作のね、レミリアのパズルで弾幕1のね、再生リスト、そちらの方も動画の説明欄の方に貼っておきます。まあ、よければ見ていってください。じゃあね、早いですけれども、今回はここまでといたしましょう。いやー、間を抜けられたのはすごかったですね。もう正直いけるっては思ってませんでした。吸い込まれてやっぱりダメかーって反応しようと思ってたら、なんかやれちゃったっていうね。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。